科学技術には障害者や高齢者を支援する力があります。ただこういった技術が実際社会に実装されていなければ活用することはできません。そこで未来館を最新の科学技術を体験できる実験場にすることで社会実装を加速することができると考えています。AI 設置ケースのプロジェクトは2017年から始めています。目が見えなくても街歩きを楽しめるようにしたいと、建物の中で視覚障害者が移動したい場所、目的地を指定するとそこまで安全にナビゲーションすることができます。未来館の中の地図であるとか、あるいはその中できちんと障害物を避けるようにしたり、あるいはその展示の解説ができるようにといった機能を実装することによって視覚障害者の展示体験を向上する実験を行っています。旅行中にヒントを得て、この形で視覚障害者のためのナビゲーションロボットを作りたいと。で、屋内と屋外では、必要となる技術が違うんですね、全く。そういった課題を解決しながら、今後は屋内外でのシームレスな走行ができる AI スーツケースを実現したいと思っています。でもう一つはですね、視覚障害者をこう触って展示を理解することのできる模型の研究開発もしています。科学を理解するときには、例えば望遠鏡で見たり、あるいは顕微鏡で見たり、つまり視覚的に見る、理解をするというのは非常に重要な地位を占めています。でその中で視覚障害者はやはりその視覚的に理解するというのは難しいので、それを補ってなおかつ深く理解して自分でも考えてもらう。今私はこれ一人では分かんないんですよ、何か。なので例えば誰かにこれ何って聞いて、こう繰り返し聞かないと今度全体像はつかめないんですね。こうやって私がここを指さした時に、私の指が指している場所を認識する、それによって AI が自動的にこれはジオコスモスですと教えてくれる、そんな技術の開発に取り組んでいきたいなというふうに思っています。例えばどうすれば文字を読むことができるか、どうすればスマートフォンを自由に使えるかとか、目が見えなくてもいろんなことができるんですね。こうした活動を通して未来館をアクセシブルなミュージアムのロールモデルにしていきたいなというふうに思ってます。社会実装のためには人々の理解が必要です。これからの未来館は皆さんと科学技術をつないでいく役割を果たしていきたいと考えています。